あなた方は。あ、さっき確かクロスベル市で村長からお聞きになりましたか。はじめまして、ハロルド・ヘイワースと言います。クロスベル市で小さな貿易商を営んでおりまして。皆さんもひょっとして買い付けにいらっしゃったんですか。いえ自分たちは。警察の方だったんですか。これは失礼しました。しかし特務支援課、どこかで聞いたことがあるような。そうです、クロスベルタ。やっぱり読まれていましたか。そのお恥ずかしい限りですそんなに恥ずかしがらなくても。設立されたばかりだというのに頑張ってるみたいじゃないですか。あの記事だって確かに少々皮肉めいた書き方でしたけど、あなた方の頑張りを好意的に捉えていたと思いますよ。そうですかね。好意的に解釈すればそう取れなくもないですが書いた本人を知ってるから素直にはうなずきにくいかもな。しかし狼型魔獣ですか。医科大学でも聞きましたが少しばかり心配ですね。ハロルドさんは医科大学の方でもお仕事が。ええ、病院で必要な備品を下ろさせてもらっているんです。あちらでは怪我人が出たという噂もありますし、それに鉱山町でも被害が起きているそうですね。ええ、現在警備隊の方で捜索が行われているみたいです。そうですか、うん、そちらの方にも近いうちに挨拶に伺わないと。そういえば随分良心的な価格で特産品をお買い上げになったとか村長から聞いた。別に事前とかそういうわけでもない。蜂蜜をはじめこの村の特産品は最近評価が上がっていましてね。これを機に少しでも村の方々の印象を良くできればと。なるほどな。商売は信用第一、そういうわけですかいい商売をなさっているみたいですね。いや、私などまだまだ駆け出しもいいところですよ。しかし申し訳ないですね。もう少し皆さんのお役に立てる情報があればよかったんですが。いや、そんな気にしないでください。すみませんでした、時間を取らせてしまって。いえいえ、聞き込み頑張ってください。これで一通り聞き込みは終わりでしょうか。ああ、こんなもんだろう。しかし
思ったほど大した情報は聞けなかったな。目撃情報はともかく、狼の遠吠えでも聞いてるやつがいないかと思ったんだが。そうね。まあいい。とりあえずこの村でできる捜査は終了だ。次は医科大学。一旦町に戻るとしよう。ええ、分かったわ。さすがに帰りは歩いて帰りたくはないけど。同感です。というか面倒くさすぎです。まあ仕方ねえか。それじゃバス停で次の発車時刻を調べてみよう。次の時刻は、また微妙に中途半端な時間だな。宿酒場に戻って一杯引っ掛けるのもやりにくいし。それ以前に勤務中に飲酒はどうかと思うけど。ティオ、どうかしたの？いえ、何か遠くで聞こえた気がして。すみません、センサーを最大にしてみます。少し静かにしていてください。な、ああ。アクセス。すみません、気のせいだったみたいです。いや、それは別にいいけど、最初に聞いたっていうのは。それが何かの遠吠えだったような。そいつは例の、いえ、ただの聞き間違いかもしれません。センサーの誤動作という可能性も。どうする、この付近を捜索してみる？そうだな、ティオ、そのセンサーの感知範囲は。そうですね、およそ50セルジュ。ただ音が風に乗っていた場合、その。うわ、そんなにあんのかよ。そうなるとどこから聞こえたか皆目見当がつかないわね。ああ、現時点では君と。あの、私が聞き間違ったって。え？でも聞こえたんでしょ？私の主観では。そうで、でも普通の人には聞こえない音が私にだけは聞こえた。普通は嘘とか気のせいだって考えるものなのでは？と言われてもな。ティオスケがすごいってのは俺たち全員が知ってるしな。それにあなたが嘘をつく理由なんてどこにもないでしょ。まだ短い付き合いだけど、ティオには何度も助けられている。俺たちが疑問に思う余地なんてこれっぽっちもないと思うけどな。すみません、変なことを言い出したみたいです。今のは忘れていただけると。な、ああ、別に構わないけど。おや、みなさん。な、ハロルドさん、もしかして皆さんもクロスベル市にお戻り？ええ、そうですけど、ハロルドさんもお帰りですか？ええ、妻と息子へのお土産も確保しましたしね。そうだ、皆さんはバスをお使いですよね。次の発車時刻は何時ですか？時刻表によると30分後くらいですね。一緒に俺たちとここでだべってますかい？ああ、実は。そうだな、5人だったらギリギリ大丈夫か。皆さん、よかったら私の車に乗っていきませんか？クロスベル市までお送りしますよ。
すみません、わざわざ送っていただいて。いいんですよ、ついでに送るだけですし。しかし自分の車を持ってるって相当すごいよな。まだまだバカ高いんだろ。このクラスの自家用車なら確か80万ミラくらいかと。80万ミラ、そりゃすごいな。一応貿易商としての仕事の道具でもありますから。バスを使ってもいいんですけど、どうしても時間の融通が効かないことが多くて、去年思い切って購入してしまいました。それ以外にも理由がありそうですね。待っている奥様と息子さんに一刻でも早く会いたいとか。参ったな。なるほど、お土産もまめに用意してるみたいだし。いわゆるマイホームパパというわけですね。いや、とんでもない。どうしても出張が多くて、妻と息子には寂しい思いをさせてしまうことが多くて。息子さんはおいくつなんですか？今年で5歳になります。まだ日曜学校に入る前ですけど、もう好奇心旺盛で、いろんなものに興味を示しては妻の手を焼かせていますよ。へえ。お幸せそうですね。それはもう。
それに私たちは幸せでなくてはなりませんから。え？ああ、いや、すみません。こちらのことです。おっと、歩道を抜けますね。右に曲がりますから、皆さんどうかお気をつけて。ありがとうございます。こんなところまで送っていただいて。いいんですよ。それこそついでですしね。皆さん、どうか捜査の方頑張ってください。応援させていただきますよ。ありがとうございます。応援していただけるのなら、今後何かあれば私たちの方に。そうそう、できればギルドより先にな。露骨すぎるわ。たまには売り込みもしとかねえとな。営業活動は大事です。わかりました。もし困ったことがあったら遠慮なく相談させていただきます。そうだ、皆さんはこんなものはお使いになりますか？警察の方には不要かもしれませんが。これは市内の地図みたいですね。先月から観光客向けに取り扱っている商品なんです。よろしければ皆さんも使ってください。これは確かに市内を見回るのに便利かもしれません。ハロルドさん、ありがとうございます。活用させてもらいます。大したものではありませんが。それでは私はこれで。お人よしのレベルはロイドさんに匹敵しそうです。あのな、まあそれでも貿易商をやってるくらいだ。ただお人よしってだけじゃ務まらないと思うけどな。でもハロルドさんは地場産業ときちんと協力しながら堅実に商売しているみたいね。クロスベルの貿易商は国際取引で荒稼ぎをする人が多いって言われているけど、そんな中では貴重な存在かもしれないわ。なるほど、そういうもんか。ああいう真っ当な人もいれば、ルバーチェ商会みたいなのもある。それが今のクロスベルか。ええ、そうね。だから今のクロスベルの全てがダメってことはないと思う。ああ、俺もそう思うよ。さてと、昼過ぎか。このまま次、ええ、セイウルスラ医科大学ね。確か南口方面ですよね。ああ、このまま南にまっすぐ抜ければ、バス30分ごとにバスが出てるって聞いたことがあるな。へえ、そいつは便利だな。まあいい、とにかく行ってみようぜ。ああ、医科大学か。やっとセシルネーに